皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今日はですね、今日から1月1日から毎日毎朝8時、まあ今のところは8時を予定してるんですけど、まあ、もしかしたら7時半とか7時になるかもしれないんですけど、毎日朝8時にトレーニング動画を出していきたいなって思います。そして夜の8時くらいにいつものニュース系の動画など上げていきたいなって思っています。前回のトレーニング動画、アブローラーの動画を出したんですけど、いろいろな方からメッセージやコメント、プレゼント企画の感想を書くところに、これからもトレーニング動画出してくださいといった内容や、毎日アブローラーの動画出してくださいや、僕も動画見てアブローラー買いましたや、アブローラーの動画出た日は自分もやりますといった、毎日アブローラーやったらどうなるのか見たいですといったメッセージが結構来たので、毎日仕事行く前にやって動画出したいなって思いました。アブローラーだけの動画だとあれかなと思ったんですけど、結構アブローラーが好きみたいで、まあ、ベンチプレスとか、まあ、いろんな他のトレーニングもいいかなと思ったんですけど、まあ、やっぱりアブローラーの動画が一番皆さんもしやすかったり、まあ、一番見て分かりやすいのが腹筋かなと思ったので、こちらを朝仕事前にやって動画を出したいなって思いました。まあ、僕の今の腹筋の状態から10日後、50日後、100日後、500日、1000日って、このアブローラーでどこまで変わるのか、僕も気になりましたし、朝見て、その日の少しでもやる気につながってもらえたらなって思います。そして、アブローラーでもいろいろなやり方あるんですけど、立ちコロを足を閉じたバージョン、そして次の日には足を開いたバージョンと交互にやっていきたいなって思います。回数は毎日100回やろうかなって思ってたんですけど、相談しましたら、一般の方ができる回数で現実味がある回数の方が分かりやすいということで、区切りのいい10回の方がいいですよってことで、毎日10回やっていきたいなって思います。まあそのぐらいですと動画も 1,2 分とかで終わる内容になるのかなって思いますので、まあ見やすさ的にもそちらの方がいいかなって僕も聞いて思いました。なのでこれから朝にトレーニング系アブローラーの動画を出して、そして夜にニュース系など他の動画を出しますんで、今年も一緒に楽しんでもらえたらなって思います。早速1月1日1回目アブローラーやっていきたいと思います。1月1日遊戯アブローラーいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、5 6 7 8 9 10おまけのイレブン、1月1日1回目ここからさらに進化できたらなって思います。それではまた夜に。